お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、なんとこちら8000に到達しました。拍手パチパチパチ。というわけで世界13位でいやございます。やっとねトロが上がりました。なんかね全然もう勝てなくて、すごいねトロが苦戦してたんですけど、なんと環境が変わってエリママ環境になって、エリババ使うと、トラが上がるというね、まあ嬉しいような、なんかね悲しいような、気もするんですけども、まあちょっと8000いけて、まあとりあえずね一安心。まあねシーズンあと残り3日あるので、トラグの方も頑張っていきたいと思うんですけど、今日ね8000いくまでにもう化け物としか当たんなかったんですよね。なのでその化け物たちとの試合はねちょっとお見せできればなと思います。でデッキはメガナイトエリババロイホグです。前ね多分何回か紹介したことあるメガナイトロイホグのこうババだった枠がエリババに、ね、なった方でございます。もうね今いろんなデッキのなんかこう陸の枠が全部ねもうエリババになってるね。なんかそんな感じエリババね大流行してて、まあ対戦相手がねもうねもう化け物ですね。このレメリって人ね8000当たる時に戦ったんですけど、この人もねベスト世界4位、そしてこの人もねクロス使いでベスト世界8位で、あとは途中でムギッタンですね。ムギッタンも世界1位ベストで、なんなら前回も5位で、このウォルスって人はベスト世界18位、しかもクラロワリーグね世界大会終わった後に行われた世界大会で活躍して30名とアマのねトップ2人を集めたトップ32人の大会でも優勝してるね、もう化け物。そしてあと KK ですね。 KK もなんかベスト2っていう、もう化け物のリプレイをね、全部準備しました。これねしかも全部もういい試合しかないので、はい、まあそういったところでねお見せできればなと思います。僕はねメガナイトロイフグって言いましたね。でこのねメガナイトロイフグ、まあエリババが強いのはもちろんあるんですけど、なんとねマザーネクロがめちゃくちゃ活躍します。本当にこれはねこの後の試合も見ていってもらえれば分かるんですけども、なんかマザーネクロのおかげで勝ったっていう試合がほとんどというか、盛りすぎかな盛りすぎかもしれないんですけど、なんかもうマザーネクが陰でねめっちゃ働いてるっていう、なんか主にはやっぱメガナイトとかロイホグとかエリババがねなんか活躍してるんですけど、なんか裏でめっちゃ頑張ってるのはマザネクだったみたいな、感じのシーンも多いので、ちょっとマザネク強いんじゃねっていう感じがしてますね。このデッキにはねめちゃくちゃいます。で今回のこのレミエリって人はこのアイスイズ型のウォールブレイカーをもうずっと使ってる人ですね。前まではボムタワーでロケットバルキリーのアイスイズだったんですけども、まあボムタワーが加工されたことによってテスラになってますね。ボムタワーがテスラで、ロケットがファイボ、そしてバルキリーがエリババになったこの方をね使ってます。まあ世界でほとんどこの人しか使ってない、そうこの人が世界で一番うまいデッキでございます。さあここはねまあテスラが壊れるタイミングだからケツメガナイトしたって感じですよね。そうそうそう、テスラないとね、なんかテスラ置かれるのが嫌なんですね、テスラで倒されるのが。さてここの、まあ、攻め方もなんですけど、これエリババ追加したところで相手に普通にエリババとかでね守られてカウンター受けるので、まあ、こんな感じでメガナイトプラス1枚ですね、ザッピーとかホバリングとかマザネクとか、まあ、なんかそんな感じで組みます。まあ、いっぱいつけちゃうとね相手のファイボ防衛されちゃうので、ここね相手エリババうますぎっす。これもう僕マザネクとロイホグしか手札なくて、もうねこうやって守るしかないです。ロイホグ防衛ですね。でもこの防衛がねうまいんですよね。それがまた、まあ、相手のディガーの位置にね救われたっていうのもあるんですけど、まあ、ディガーのダメージがちょっと入らなかったぐらいなんですけども、今みたいなうますぎるエリババをされるとね、マザネク出してたらめっちゃダメージ受けるし、エリババ遅れて出してもそのままにダメージ受けるんで、なんか防衛ホグみたいな感じですよね。相手のユニットをつるイメージの防衛ホグのロイホグ版がね結構使えます。そう他の試合でもちょっと何回かやるので、なんかやべえ陸受けねえって思ったら結構ねロイホグ受けっていうのは優秀です。はい、その間にねエリクサー稼いでみたいな。さあで、まあディガーとかウォールブレーカーは積極的にねエリババで対応していきます。でここのメガナイトね、このメガナイトプラスの1枚ですね。さあマザニクを組んでのこの逆サイのねエリババもめっちゃ強いです。
さあ、そして、ホバリングね、追加して、さあ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 。で、マザネクがね、これ豚にしてることによって、このタワーとかはメガナイトを攻撃してるので、このね、豚が、ちまちまね、ダメージ稼ぐんですよ。まあ、そして逆サイドね、ロイフグで攻めて、いい感じにね、刺していきます。これがね、強いですね。なんかメガナイトプラスのエリババって、なんか同彩に組みたいですけども、同彩ではなく、メガナイト、マザネクの逆サイエリババだったり、メガナイト、ホバリングの逆サイエリババからの真ん中に、まあなんかホバとかザッピー、マザネク出すみたいなのがちょっと大事ですね。なんで、ファイボでもお得に対応されないよ。さあ、ここもエリババで守ることによって自然とね、両サイカウンターがなります。しかもこの僕のファイボが神。これテスラもディガーも対応して、なんならアイウィズもね、ミリ残りにしてるんで、これが多分ね、勝負分けたんじゃないかなっていうぐらいの神ファイボを決めてますね。そして、マザネクからね、生まれた豚が結構削るんですよ。いやーなんか、前よりも多分ファイボ上手くなりましたね、僕。なんか、今まであんなファイボをあんま打てなかったというか、打たなかったんですけど、そうそうそう。なんか上手い人、やっぱスペルが上手いんですよね。で、こういうところでね、もう僕は、もう、あと、タイブレイカーで、ダメージ数でね、勝てるっていう判断で、もうね、ファイボ削りも始めてます。そうそうそう。スペル削り。こういうデッキでもね、スペル削りをしておくのが大事ですね。最後の最後に追いつかれる可能性があるんでね。さあ、エリババ最強ですね。これなんならメガナイト足目つけてもいいんじゃないかって思うんですけども、さあ、つけない。もうあと守ることしか考えてないですね、僕は。これ勝ったら8000だったんでね。さすがにね。いや、しかも当たった瞬間に、僕無理だなって思ったんですよ。だって、普通にさ、メガナイトプラスの、なんだろうな、まあ、ホバリングとかマズネク使ったところで、相手にね、エリババとかファイボで防衛されて、なんなら僕の浪服もね、テスラもあるし、トルネもあるしで、わ、マジかよって思ったんですよ。そう。絶対無理だなと思って、これ、俺勝ったら化け物だなとか一人で言ってたんですよ。そしたら、勝っちゃいましたね。まさかの。はい。っていうような試合です。まあ、ファイボがね、結構いい感じだったんですけど、やっぱマザネクのね、豚もすごい活躍してました。そして次が、クロスですね。さあ、クロスボウも今まで、まあ、アイスイズのロケット型には、まあ、ホバリングがね、すごい刺さったりするので、全然戦えるんですけど、ファイボ型は、マジで今まで本当に冗談抜きで一回も勝ったことなかったです。そう。まあ、やっぱテスラとファイボがあるので、突破できないんですよね。しかもあと回転がちょっと遅いので、僕のデッキはね。そうそう、追いつけなくなって負けるみたいなことがあったんですけど、ここもね、ちょっと、このメガナイトもなんか、防衛メガナイトではなく、ちょっと攻めつつのタゲを取るね。なんか、いい感じのね、メガナイトにしてますよね。で、今のターンはこうね、耐えれるんですけど、次のクロスがね、耐えれないんですよ。ここのタルババちょっと下手くそなのは許してもらって、ね。そう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 。受けがね、エレスピとかヒースピが1枚あれば、ちょっとやっぱ回転が速くなったりするんですけど、僕これ4コス4コス、4コス6コス5コス4コスとか、で7コスで唯一タルババが2コスみたいな感じで、ちょっと重いんでね。さあ、で、これちょっとね、もう構えてましたね、クロス来るの。いや、これですね。これが今までできなかったというか、今まで、エリババ、てか今までババだったのかな？そう、ババだったから、今、8枚出してもファイボ打たれるだけみたいな、だったんですけど、エリババになったことによって、あのクロスを守れちゃうんですよね。いや、これが多分ね、でかかったのかなって思うんですけど、そう。クロスに対してエリババ出したら、あんなに勝てるっていうぐらい。なんなら、今ね、俺の方がダメージ勝ってるっていう。ね、エリババがやっぱね、ちょっと変わりますね。強すぎて。やっぱみんなも、絶対こう、まあデッキによりますけど、まあメガナイトダクプリ使ってますよって方とかは、もうダクプリをメガナイトとか、まあジャイミニペ使ってますよって方とかは、もうミニペッカの枠をエリババとか、とりあえずね、絶対エリババにした方がいいと思いますね。何個をエリババにするだけですごいね、勝率上がります。さあ、ここもね、丁寧に丁寧に守りすぎない程度に守っていきます。もうダメージは勝ってるんですけど、まあ、勝ってるとはいえ、相手にこう、ウッド削りとかされ始めると、僕多分負けるじゃないですか。そう、イモられてね、最後にスペル削りで大逆転されるので、まあ、僕はこう、まあ、まだね、ちょっと、攻めつつ、ダメージ稼ぎたいなぁと思ってると思います。ってか思ってますね。なので、まあ、守りつつ、どっか攻めれるタイミングを、まあ、見計らってる感じですね。さあ、これやばくないですか？
で、ちょっとね、メガナイトあんますぐ出したくないなっていうのがあって、なんかこう、セパロイフグとかね、相手打ちにくいでしょっていう。からの真ん中メガナイトでジャンプさせようとしたんですけど、相手のこのナイト受けもうまいですし、この2段階テスラ。いや、さっきもテスラ生えとったよ、みたいな。さあ、ここのね、ファイブもちょっとね、やりすぎ感見えますけど、全然ね、エリクスアドバンテージも捉えてないですし、まあ、なんならね、左側のタワーにダメージも与えられてるので、まあ、なんならいいファイブ。しかも、このね、多分エリババも僕結構良くて、そうっす。エリクサー把握が、異常にね、できてる気がします。さあ、もうナイトはね、痛いですね。思ってる受けちゃって、しかもこのホバもね、本当は右に出そうとしたんですけど、左側にね、行っちゃってるんですけど、まあ、相手もこれ受けないといけないんでね。まあまあまあ、しゃーなしというわけで、さあ、ダメージね、ナイトの、つつきによって、一気に追いつかれちゃいます。いや、怖いですよね。だから僕はもうファイボで削ってきます。本当に。2.6 ホグかよっていうぐらい、高回転、ファイボね、平気でタワーに打っていきます。なんかもう高回転デッキって、すぐファイボ削り始めるじゃないですか。このデッキ、全然高回転じゃないんですけど、削んなきゃダメージ怖いなっていう。でも相手はその代わりね、僕のこの高めホバとかマジアチャとかにファイボを打ちたいので、なかなかそう、ファイボ削りができない。それがやっぱ強いですよね。さあ、そして、ロイフグね、飛ばして、ホバとか延命したかったんですけど、いや、相手も上手いですよね。いや、これクロス来そうだなと思いながらもうファイボ削り。そうそうそう、これね、もうダメージ僕、与える方法がこれぐらいしかないんですよ。ロイフグがマジで入んないんで、後半ね。さあ、からの、このね、アーチャーがちょっと美味しかった気もしないこともないですよね。いや、でもちょっと怖いですよね、マジで。いや、マジで怖くて、結構やばいんですけど、ここでね、陸受けとかやばい中、救ってくれたのがマザーネクロ。そう。クロスの竹を取りつつ、さらに、ね、豚を育成することによって、さらにクロスの竹を取ってくれる。いや、だからこう、マザーネクから生まれる豚がね、意外といいんですよね。さあ、残り15秒で、僕はね、ダメージ勝ってて、相手はね、こうもう、クロスを一回通さねえと勝てねえっていう多分思いの、めちゃくちゃね、いい攻めクロスなんですけども、最後ね、さあ、なんとか逃げ切って、まあ、このダメージも途中ね、暇だったというか、ちょっと積極的めに削りに行ったファイボのね、本当に3発、4発ぐらいの差での勝利なので、なんか打ちすぎるとね、すごいやばいですけど、まあ、状況を見て、こう、スペルをね、タワーに打っていくっていうのもすごい大事なんじゃないかなと思いました。さあ、続いて、最強麦ッタンですね。やっぱ生マルチ中に、麦ッタンにこう、勝つシーンを届けたかったんですけど、まあ、リプレイでもいいかなと思って、晒します、麦。いや、まあ、バカ相性いいです。ぶっちゃけ。言っとくとも100-0ぐらいの、100-0ぐらいの神相性です。相手はロケットなんですよ。そう、ロケの、なんかね、このエリババロイジャーもちょっと使われてるんですけども、僕はね、このザッピーがいるんですよ。まあ、マジアチャとホバぐらいなら、別に相手のアイスイズベビーとか、そうそう、こういうね、感知処理されちゃうんで、まあ、刺さるっちゃ刺さるけど、別にそこまでそう刺さるわけでもないっていう感じですが、やっぱザッピーがね、相手がロケなので、もうザッピーにロケット打たなきゃっていうぐらい突破できません。しかも、まあ、エリババがあるので、まあ、エリババでね、ロイジェイ結構溶かせますので、という風な感じです。まあ、エリババは相手のエリババでね、こう打ち消し合って、まあ、でも相手のロイはね、僕のザッピーで最強ですよと。そんな感じっす。さあ、で、ここはね、ザッピー咲いたらちょっと怖いなとか思いつつ、でもそれ以外が重たいんでね。今回のこの僕のメガナイトロイフグは、すごい強いというか、一個一個がね、なんか役割がしっかりしてるんですけど、重たいので、スケとかエレスピがないので、一枚一枚結構大事に咲かなきゃ怖いっすよね。さあ、ここは麦がね、ロイで攻めてきたので、まあ、低めザッピーからのザッピーが傷つかないように、こんな感じでね、さあ、メガナイトで踏んでいきます。で、フルカウンターですね。まあ、ですが、このね、エリババ突破できるかなとか思いながらね、でも突破しに行きます。てか、メガナイトがね、てかザッピーがこれバカ強いんですよ。見てもらえればわかるんですけど、ザッピーがベビドラ攻撃してて、そう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 、ザッピー残って、ホバも残って、みたいな。ホバリングもね、なんかベビドラやっぱ裂いちゃうと右からしたらきつい。いやもう、神相性すぎましたね。なんか。本当に。これもう5個スロイフグ飛ばそうかなーっていう構えてたんですけど、行かなかったですね。行けばよかったな。さあ、まあなんとなく、
なんとなく高めのロイフからの、まあ、ザッピアルから守れるだろうで攻めロイフはいかない。さあこのエリババはね、僕は絶対ロイフ行く来る読みだと思うんですけど、これ僕が行かなかったのが素晴らしいですね。今思うと褒めたいですね。でこれはホバ追加して、まあここのロケ防衛もね、まあまあまあいい防衛、いいロケです AM が。いやさっきのロイフね、行きたい、すごい行きたい感じ。なんなら僕も構えてましたからね。一回我慢したことによって、ちょっとね、エリババをね、メガナイトで、ちょっと美味しくいただきましたね。さあ、こっからは、まあ僕は無理して攻める状況ではないので、こんな感じでね。で、またファイアボ積極的に打って、ダメージをね、稼いでいきます。まあ、後ろザッピーとか、まあ、いれば全部耐えれる論ですね。だから今多分エリババ出してたら、向きトルネ構えてたので、まあ、トルネプラスの、で多分まとめられてた可能性があります。メガナイト蓋もね、結構いいです。そして積極的にホバリングとか出してあげて、いや、このトルネもね、うまいっすよね。まあ、ですが、僕はね、エリクサー余ってるので、そう守ってね。いや、なんか、麦ったんに、さ、ここまで、なんかリードできる展開もあんまないので、ちょっとね、なんか新鮮ですよね。最後もう守って勝ちなんでね、僕はザッピー出して、あとはメガナイト蓋して、みたいな感じですよね。これ前でトルネロケットとかもうザッピーにロケ打たないといけない。ロケ打ってもダメだしな、カウンター来るしっていう。さあまあそういったところで、いやこのねロケがうまいっすよね。なんか僕の方が美味しくいかれちゃったもんな。でここちょっとね調子乗りエリババしてるんですけど、まあちょっとねスケ読みマザネクとかしちゃって、さっきスケ出てたのになとか思いながら、さあこれでもマザネクがねやっぱこう世界分けてんすよ。これほらもう麦ったんもびっくりですね。はい。そういったところで、まあ、100-0 のね、相性まではあったのですが、まあ、マザネク、そしてザッピーの活躍もあり、いい感じにね、撃破でございます。また今度ね、配信、生マルチ中にね、撃破したいっすよね。麦ったん。シーズンの終盤はね、本当にもう、上手い人がめちゃくちゃいるので楽しいですね。だって今回も本当にね、もう世界一桁とか二桁の上位も当たり前に取ってる人たちとか、もう公式大会で結果残してる人たちとしか、はい、当たってないので、めちゃくちゃおもろいですね。今季マジで頑張りたいですね。さあ、そして今回は相手はロイジャイですね。そう、メガナイトデッキは、まあ基本的にはやっぱロイヤルジャイアントが相性悪いんですよ。なぜならメガナイトの火力がないので、そう、ロイジャイ相性悪いんですけど、エリババがいることによってね、世界が変わります。エリババは火力が高いので、ロイに強いんですよ。そう、だから、メガナイトの弱点をエリババで補ってて、みたいな。まあ、そんな感じですね。さて、僕、これ見て、今やばくない？僕多分これ、スケ読み？スケかコウムリ読みの神マザネク出したんですよ。マジ巻き戻して見てもらいたいんですけど、そしたら、多分メガナイトの方が前にいたんですけど、メガナイトが多分飛んでたんですよね。飛んでたからマザネクが引っ張られて、えって思って、いや、これ引っ張られてなかったら、もっとね、ダメージ与えるか、すごい流れが変わってたんですけど、びっくりしましたね。そんなことあるんだと思って。メガナイトジャンプしてるとき、タグいっちゃったと思って。さあ、まあそんな感じで、ここはね、まあ攻められる可能性があるので、ユニット出してね、守ります。さあ、そしてエリババですね。このエリババがね、やっぱロイに強いんですよね。まあ2発、入ってしまうものの、うん、守れてはいるんでね。さあ、でこれ僕相手がもう今なんだろうね、コウモリファイブを抑えたんですよね。ファイブを抑えたから絶対コウモリ防衛で使ってくるなって分かってるんで、5コスで飛ばさずに9コスでロイホグマザネクしたんですよ。でお見事コウモリが当たって、相手ねこのトリトンで近機動はねやっぱ上手い人は絶対してくるので、これもうマザネク無限ですよ。マザネク無限で、しかもまたマザネク、コウモリ攻撃して、この後スケも攻撃してみたいな。無限マザネクで、一気にね、大ダメージを与えていきます。いや、なんか、やばくないですか？語彙力なすぎるんですけど、なんか、マザネクがすげえやっぱ活躍してくれるんですよね。しかもここも、ホバーの周りにね、雑費が残ってるので、このホバーもね、あ、残んねえのか。そう、まあ結構活躍して、さ、このスケとかもね、ちょっかい出しに使っていきます。で、ここはトリトンで引っ張られるの嫌なので、一旦タルババで転がしてからのエリババでね、削っていきます。そして、まあ、気づけば、マザネクがタワーを掘って、さあ、グッドゲームと。というわけで、まあ、相手に、やっぱコウモリがいるって分かってたところで、5コスでね、
浪壁飛ばしても、まあ、ダメージは入ったんですけども、わざとね9コスまで待ってから攻めることによって大ダメージになりましたという風な感じですね。まあなんか他の攻め方で考えると、まあ例えば枯渇使ってて今3コスバレル、投げたら相手にダメージめっちゃ入るな、けどわざと6コスまで待ってナイトバレルしてもうタワーをね降りに行く、まあそんな感じですよね。単体で攻めてもめっちゃダメージ与えられるんですけど、もうワンテンポ待ってもっとね大ダメージを狙っていくっていうのが、今回すごいね、もうなんか俺にしてはなんかね集中できてんなっていうなんか最近こんなマルチ上行くことなかったので、シーズン終盤ね、そうそう、まあ環境に救われてるっていうのもあるんですけど、なんかやっぱこう向きとか KK とか上手い人がこう近くにいるので、そういった人のさプレーを見ることもなんかやっぱ前よりは絶対増えてるから、そういうスペルの使い方とかユニットの避け方とかもなんかね前よりはもしかしたら上達できてるんじゃないかなっていう思いがありますね。でこれKK がユニット出してこなくてエリゴレスタンプめっちゃ押してきたんですよ。だから KK エリゴレだなと思って、僕もねマジかエリゴレかよと思ってエリゴレのスタンプで、ね、マジで使わないんですけど、そうそうスタンプ押してたら全然エリゴレじゃねえっていう感じですね。このデッキね、エリゴレはちょっときついですね。なんか、ババだったら逆にいいです。エリババだとなんか、エリゴレにちょっとね、戦いにくかったですね。うん。いや、これ、KK がコスト使ってたから、普通にメガナイト受けでもよかった気がしましたね。まあ、ザッピーでも悪くないんですけど、メガナイトでやってたらカウンターになってたかなっていう。さまですが、まあまあ、ほどほどにね、いい受け。しかも相手もこのね、マザネク地味うざいと思うんでね。さあ豚をね作って、ここねちょっとおしゃれにねタルババでマザネク延命しつつみたいな思ったんですけど、 KK のヒースピがうまいですね。ですがここねちょっと相手が KK がこれ1個ねちょっとやりすぎじゃないっていう僕思ったんですよ。そうだからこの5コス浪壁これ爆うまくないですか。なんかで KK コストなくて、まあ、言うのでね防衛してくるんですけど、まあこのマザネクは結構許容できるじゃないですか。いやなんかね、今のも僕麦ったんみたいじゃないですか、あの浪壁なんかめちゃくちゃいい攻めをできてたっすね。なんか今見ると本当に、まあ、このようなのは多分無視してよかったこういうね細かいところはちょっとね、まあ、微妙なところもあるんですけど、まあでもこれ対応したら KK もね別にこれに対応しないといけないので、まあ、悪いザッピーではなかったのかなぐらいですけど、このヒースピがやっぱ毎回うまいですね。タルババ狙われてて、ここねエリババ出してもメガナイト出しても回収されると思ってから両方出さずにロイホグ受けですね。そうそう、ロイホグ受けすごい大事なんですよね。相手にユニット出させて防衛からね入れます。さあここねムートとエリババとマザネクでめっちゃ攻めてきてしっかりね防衛してます。でしっかりマザネクこれヒースピ連盟されてるんですよね。それが厄介でダメージちょっと痛いからメガナイト咲いたらもうコストないのねバレてて、僕受けないんですよ。ここでマザネクとかファイブ打っても多分おられるので、またね登場ロイホグ受けです。これやばくないですかマジで。ロイホグ受けがバカ強いんですよ。そうそうそう、だってねエリババは本当だったらもうマザネクで受けてもファイブで受けても絶対終わってたところを、こうやってねロイホグで受けることによってダメージも入るし守れるしみたいな、すごいね。ロイホグ受けが今回大活躍でした。というわけで、リプレイ紹介でした。そういうわけで、今シーズンね、残りあと3日ね、あるんですけど、マジでね、上位狙って頑張っていきたいなと思います。皆さんもね、トラゲぜひ頑張りましょう。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。